まあ、スーパーソフトもまだ知ってないと、うん、科学を勉強していくと分かることも増えるんですが、うん、新たに分からないことが山のように見えてくる、うん、ちょっとね、ゼロポイントに、はい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 、はい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 、ゼロポイント、うん、どういうことかって、はい、まあ、僕なりの研究してきた考え方なんですが、同じ力が、うん、同じ向きでぶつかり合うと、うん、ぶつかり合って拮抗すると、うん、あるいは死と状態を、うん、ゼロポイント命と呼んでます。命、エナジー、エナジー、ゼロポイントエナジー、なるほどなるほど、はい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 、同じ力、例えば分かりやすく、はい、言いますと、お相撲さんが、うん、同じパワーのお相撲さんが、うん、がっぷり四つで、うん、2分も3分も、うん、ぐっと動かない状態がありますね、うん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 、あれ、遠くから見てると、なんか、うん、2人がね、はい、やらせじゃないかと、うん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 、とかな、うんうん、2人とも全身汗びしょ、うんうんうん、ありますよね、お相撲でこうもうパーンってなってこのままもう、これはね、うん、同じ力が拮抗して、うん、動けないんですよ、うん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 、で、うんうん、そのエネルギーは当然2人とも本気ですから、うん、すごいパワーで汗になったり、うん、あるいはこう何て言うんですか、うなり声とか、うん、うん、とかね、うん、そういう声になって出てますけど、うん、実はあそこには空間の中に、空間の中に畳み込まれてるエネルギーがあるんですよ。あ、そう、この世に現れたエネルギーが、うん、存在が、うん、見えなくなってるとか、うんうんうん、そういう場所、うん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 、ゼロポイントフィールドって、うん、ゼロポイントフィールドね、それはゼロポイントフィールドっていうのか。私じゃあ全然でゼロポイントフィールドって違うものをイメージ、フィールドをイメージしてました。その解釈も間違っていないと思います。ゼロポイントを発生してる、はい、その場所、はい、およびその空間、はいはい、それでもいいと思います。あー、なるほど。じゃあ、まあ間違いではないのか。間違いでもその発生源はそういうこと、そういう理由ですよね。同じ力が拮抗して常にそこに、じゃあそれを意図的に作り出すことも可能、人は。あ、それが僕、そうですよね、ちょっと作ってる、お作りになってるやつですよね、まだ内緒だけど。内緒です。でそれができちゃ、まあ内緒っていうか、まあほら、いろんな内緒のものが、あの、住吉さんお抱えじゃないですか。今はこの世に出しちゃいけないタイミングとか、まだ人に喋っちゃいけないタイミングとか、たくさん抱えていらっしゃいますけど、まあ、そのゼロポイントフィールドはやっぱりその中にいると人の、あの、何、肉体が良くなったりするんですか。これはね、うん、ゼロポイントっていうか、うん、この言葉自体が、はい、量子力学って、はい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 、聞いた、はいはい、量子、はい、量子論の先駆者は大変、はい、いっぱい大勢の方いるんですが、いっぱいいらっしゃいますよね、私の周りにもたくさんいらっしゃいますけど、まずあのゼロポイント、はい、エネルギー、はい、ゼロポイントエナジーという、マックス・プランク、マックス・プランクという、はい、大科学者が、はい、最初理論を構築したんですよ。まあ、物理学をやってる方ですと、まずプランクの名前知らなかったらもう無理だと。ああ、なるほど。ちょっと日本ではどんな方が、これも120年ぐらい前の話ですから、はいはい、20年前、ほう、彼がそのゼロポイント、はい、エネルギーというものを、はい、初めて、はい、理論的に、すごくない？ 120
十年も前に。その後ですね。はい。両親に力学。はいはい。父と言われる。はい。シュレーデンガー。エルヴィン・シュレーデンガーという。はいはい。大変な大科学者が。うん。おお、ね、だいぶこっちに寄ってまいりましたね。波動方程式。はい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 。波動方程式ね。はい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 。初めて科学者の立場から、はい、波動という言葉が、世の中に提案された。はい、で、今あの波動という言葉を、なんかオカルトとか、その宗教だとか、怪しい。いいと思いますが、波動という言葉、純粋な科学の用語です。そうですね。そういうことですよね。波動というのに関心がある方は、これは科学なんだよと、自分でいいと思います。はい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 。で、この100年前に、量子力学の大先生が、世の中に提案したことは、この世の中に存在するものは、波動の存在であるということです。例外がないんです。生き物である鉱物である、全てです。エネルギーも全部波動です、ということをこの人類の科学の中で大気に人を打ち取ったんです。決してオカルトで何でもない、私この本は私結構読みました。これ青立先生です、ちょっと難しかったですけど、ちょっとね、難しいというよりも何て言うんだろう、結構読みました。この本何回も。この先生本はね、青立先生の世界ですから。あ、そういう感じなんだ。なるほどね。あと今言った、波動を学ぶにはどの方が日本ではおすすめですか？今ちょっと手元に思わないんですけど、1985年に発表された波動性科学入門っていう本があります。著者は大橋正夫先生です。大橋正夫先生、読んで初めて波動とは何かということを世の中に問うたと思います。これね、今はもう愛犯になってますから。残念。でも中古で、まあね、中古でね、今、はい、いやー、見つけたってありました。ああ、素晴らしい。この本はね、一冊持っておいて絶対。おそらくですね、番組見てる方は本物を知りたいと思って探求してる方ね、結構いらっしゃると思うんですね。ぜひとも、先生の本は中古本でも良いですので、ぜひともチャレンジしてください。まあ、やっぱり本、僕もね、正直言いますと、最初読んだ時はちんぷんかんぷんでした。そうよね、難しい言葉で。3回、はい、3年かかりました。でも今は自分は大橋先生の打ち出したと言う気がそのおかげで、ほとんど理解できます。だからね、こうほら、住山先生の話聞いてると、ほらスピリチュアル難民なんて言葉がねちょっと前からあるわけですよ。で、うちもね、まあ、番組の中で結構スピリチュアルの方出ていただいてるので、まあ、なんか説明が難しいところなんですけど、こう
この業界に入れば入るほどこういろんなところをこう渡り歩いて結局日常の生活が幸せになってない人ってたくさん今いて、でなんかこのなんていうのかな、もういよいよですね、あの正しい道へ戻りたいっていう方たくさんいると思うのでね、ぜひ福島県の住山先生のもとに何かイベントでもやってもらってですね、私の役に立つかどうか分からないですけど、ただスピリチュアル関心がある人は、うん、人はですね、あのやっぱりスピリチュアルの歴史をねちょっと勉強する人は、うん、確かにね、何でも歴史ですよね。私の世代がギリギリでしょうね。そっか、あのムーブメントは、はい、実はもともとは西洋の科学と、はい、東洋の哲学の融合の試みから始まったんです。そうなんですか。なんでどういう意味。フランスのね、はい、物理学者で、はい、ちょっと有名な方がいて、はいはいはい、タオ、はい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 、タオの教えとかもありますけど、あのタオ、はい、道という、はい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 、本を発表されたんですよ。はい、1960年前後だったと思う。まあもちろん僕は子供の頃からそんなことは知らないんですが、彼がその本を出したおかげで、うん、アメリカの若い人、うん、第1回目の僕が知る限りの第1回目の、うん、ニューエイジムーブメントです。ニューエイジね。それが、うん、当時のハリウッドの女優さんとかいろんな人たちに影響を与えて、うん、その東洋の哲学と、はい、科学の融合が起きるわけです、はいはいはい、でその流れからヒッピー運動ってのが始まってくるんですよ。なるほど。私ニューエイジ思想ってこうほら嫌いな方結構いらっしゃるじゃないですか。ニューエイジ思想がねちょっとあれだっていう人結構いらっしゃるんですけど、ニューエイジ思想って結構この20年ぐらいのこと言ってるのかと思ったらもっと全然昔なんですね。なるほどね。例えば西洋科学ですと、はい、はい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 、二元論ね、はいはい、正と悪とか、はい、二つのものに割り切って、はい、その対決とかそういうふうに持っていきがちなんですが、はいはい、東洋哲学はそんな単純じゃないんですね。そうですね。それを知った西洋の人たちや若者たちが自分たちの行き詰まった価値観に対して新しい解決すげえ、そうなんだ。なんでそんなことしてんですか。いや僕もね、そのタオという本に、うん、まあ20代ですけど巡り合ったんですよ。じゃあでもさ、住山先生のミッションってこれから結構お役割お大きいんじゃないですか。いやそういうのこう教えた方がいいもんね。あ、これを知ってて、うん、そうなんだ。そうはないことの数々じゃないですか。これちょっと見せらんないけど、で放送もちょっとどこまでできるか分かんないんですけど、スピリチュアル、ムーブメントという、うんうん、形を変えてあるわけですね。